け出しておきたいのが杉浦ですね。そうですね、これはシビアな戦いになると思いますね。厳しい蹴り一発ですが、そのまま杉浦が上になろうというところ、船木が許しません。さあこれは刺激的な戦いとなりそうです。井上さん、両者の戦いは2度目という形になりますね。そうですね、昨年の12月には杉浦選手がシングルで勝利を収めていますよね。このね、もう格闘技スタイルですよね、はい。まあ、船木選手の土壌に今杉浦選手が乗っている形ですよね。さあ、おっと、これは静かな立ち上がりになるかと思いきや、一気に杉浦が火をつけました。いや、稲葉選手、杉浦が誘いましたね。すごいですね、この張り詰めた緊張感というか、はいはい、静かな立ち上がりだったんですが、バチバチ、いやちょっと今のはフラついたか、